新民主は中華人民共和国領年賞死に王に位置する研究史。1682年に設置された巨流川淳犬が県立初年に新民遁に移転したことが地名の初見である。1813年、聖徳西部及び高安市北東部に新たに新民庁が設置された。1902年に新民府に昇格すると同時に満都度。 西仏牛六、八角台砂礼地区にが、両中県が設置されている。同年奉庫庁が新設されることとなり、小東市を境界とし、東北が奉庫東南が新民とされた。1907年、奉天省の管轄とされ、中華民国が成立すると1912年に、新民権と改称両年省の所管とされた。1932年、 満州国が成立すると、法天省新民権とされた。1945年の日本の敗戦に伴い、中華民国が死政権を回復したが、国境内戦の結果1948年12月29日に、中国共産党の指導による、新民権人民政府が成立し、両北省の所管とされた。その後、1949年4月に、両政省、 1954年8月に、両政省及び、両党省の合併に伴い、両寧省に移管されている。1993年6月14日、研究士の新民史に改編される。四街道、二十鎮、四号を管轄する。ありがとうございます。